エレーヌ・デュトゥルー、エレーヌ・デュートリュー、エレーヌ・デュトゥルー、1877年7月10日、1961年6月26日、は、ベルギーの女性自転車レーサー、自動車レーサー、および女性として航空機を操縦したパイオニアである。ベルギーのトゥルネーに、ベルギー陸軍将校の娘に生まれた。プロの自転車レーサーになり、1895年時間あたりの、 走行距離の女性の世界記録を樹立し、1897年と1898年に、ベルギーのオステンドの世界選手権に優勝し、ラフレッシュ・ヒューメインのニックネームを得た。1898年8月にヨーロッパグランプリに優勝し、12月には、ロンドンで行われた、コースで12ジュールに優勝し、ベルギー国王から勲章を授与された。 その後、スタントサイクリスト、モーターサイクルのスタントライダー、自動車レーサーとしても成功した。エレーヌ・デュトゥルー1911年頃1908年、クレメント・バイアール・ファクトリーから、アルベルト・サントス・スデュモンの設計したナンバーワン級、ドゥモワゼル単容キを操縦することを依頼された。初飛行は失敗し機体は破損したが、その後操縦に成功し、単独飛行を行った。 1910年4月19日同乗者を乗せた最初の女性パイロットとなった。1910年11月25日女性として4人目でベルギー女性初の飛行免許を得た。エアショーに出演しガール・ホークのニックネームを得た。1910年をステンドからブルージェまでの無着陸飛行を行った。1910年12月女性パイロットのレースクーペ。 フェーミナで 167km を2時間35分で飛び、最初の優勝者となり、1911年も 254km を2時間58分で飛んだが、優勝はマリエ・マービングットのものとなった。1911年9月、ファルマン服用機と共に、アメリカ合衆国に渡り、女性のコード記録競技や、ロッドマン、罠メーカートロフィーに挑戦した。 その年にはイタリアで行われたレースコッパデルリでは14人の男性パイロットに勝ち、1912年には最初の水蒸気で飛行した女性パイロットとなった。その年の終わりにはルネコードローンを含む4人のパイロットと水蒸気のレースを行い勝利した。第一次世界大戦中は救急車の運転手を務め、軍の病院の院長を務めた。戦後はジャーナリストとなった。 1922年にピエール・モルティエと結婚した。その後、フランスの航空クラブの女性部会の副会長を務めた。84歳でパリで没した。ありがとうございます。